打線が冷えちまったな、うん、昨日の僕が現地行った時は、そこまでね、冷凍してるっていうわけではなかったんですけど、むしろ結構熱々だったんですけど、あの、今日の一試合で、冷えちまったな。えー、ということで、えー、ペルドーもペルドーいたしまして、しょうもない大チャンネルです。で本日、えー、交流戦第3戦、岡本和真マ対千葉ロッテマリーンズ、はい、行われました。でその結果、えー、3対1で、岡本和真の勝利と。 いうことになりました、まあ初戦は千葉ロッテマンズが見事ね、えー、田村選手と山口選手の2本のホームランで勝ちましてそして昨日私現地観戦行かしてもらってこちらも岡本カズマーズだったんですけどまあ結構ねあの相手に4本ホームランを打たれてこの岡本カズマーズをはじめね、えー、それで、まあ、まあ打ち負けたっていうところだったんですけどもねそして本日3対1で敗れてこの3連戦、えー、岡本カズマーズ勝ち越しと。 いうことになりました。ということで、早速本日の試合を振り返っていきます。今日の両先発が、えー、ロッテが、えー、来日初登板となりました。えー、カスティオ投手。そして、えー、岡本カズマーズが、えー、山崎より投手でございました。まず1回の表、えー、岡本カズマーズの攻撃。先頭、丸選手ヒット。その後ね、ワンナウトから秋広選手もヒット。はい。そして、岡本カズマーズのキャプテン、岡本カズマー。 はい。えー、この3連戦、大暴れしていますけれども、えー、まず第1打席、えー、宇宙間へのタイムリーツーベースヒット。これでファーストランナーも帰ってきまして、えー、カズマーズ2点先制。はい。やっぱりお前やな。あ昨日も今日も、一昨日も、まあ、ロッテは勝ったけど、2安打か3安打ぐらい打ちたよね。お前や ロッテが負けた範囲、お前やねん。えー、というところでね、えー、カズマーズが2点を先制しました。はい。で、まあ、ロッテの方もなかなかね、えー、1回2回と得点が入りませんというところだったんですけども。そして3回の表、えー、先頭バッター、岡本カズええー、今度はレフトスタンドへのソロホームラン。えー、これで、3対0。まあ何回やれば気が済むねん、お前は。岡本選手にもね、当然言いたいことは山ほどあるんですけど、あの、とりあえず内定な。 もう内定です。もうなんならもうね、あの内定もらう前から仕事してるんかっていうね。株式会社辞めろってオールスターズで。内定とかの前にもう仕事してるだろ、これ絶対。なんかあのね、入社する前からなんかさ、なんか顔パスみたいな感じでさ、ああ、お前はもう顔見知りだから、意思が伝わってるからいいよ、みたいな、そういう感じやん。えー、そしてカスティーヨ選手に言いたいことがありまして、カスタードだな。玉も甘ければ、ちょっとね、まだ先発としての考えが甘い。甘いカスタードっすよ。カスティーヨが作るカスタード。 いやそうもなこんなこと言ってる場合じゃないんですけどね。まあ、こっからはね、その自分にもっと厳しく、厳しいコースに投げる、辛いコースに投げる、マスタードを期待しておりますので、はい、次回登板、頑張ってください。え、そしてね、ロッテの方も3回の裏にはですね、えー、ワンアウト満塁のところからポランコ選手に、えー、犠牲フライが1本飛び出しまして、えー、3対1と、点差を縮めてきました。はい。えー、終わり。 その後もね、ロッテの方、チャンスは作るんですけれども、なかなか点が取れない。4回の裏なんかね、え、安田選手がまずツーベースヒットを放ちました。そして、角長選手、いい当たりのセンターフライ。まあ、これでね、安田選手が三塁に行かないいや、なんでなんでなんで普通に、まあ、定位置からちょっと後ろぐらいの打球だったんですよ。これ安田選手、あの、定位置から後ろっていうことは、二塁から三塁に行かなきゃいけない、そういう準備をしなきゃいけないのに、なんで安田選手がハーフウェイになってるのか俺わからないんだよね。それでだって、ランナー三塁進んだとしたら、それで内野ゴールでもいっ入るやろ 次の年くん、サードフライ。 だからこれ、まあ、結果論にはなっちゃうけど、安田選手がたとえ三塁進んでたとしてもこれ、内野ゴロとかで一点入らなかったんですよね。で、これで続くスパチャタニ選手もライトフライで。はい、この4回の裏得点入りませんでした。そしてリリーフ陣の方はですね、4回、5回と岩下投手がしっかり無失点で投げてくれまして、6回は坂本幸志郎投手でございました。はい、ここも三者凡退。そして6回の裏、また安田選手がね、これ、2打席目と同じような打球飛ばしていきまして、これをね、ショートの坂本選手がエラーしました。これでノーアウトランダー二塁。そして角中選手が、えー、センターフライ。 一ややん <laughs> 4回と一緒やんここまでの流れがおうあの俺がモレルさんパクってるぐらい一緒やんうこれ再現ですよ本当にリプレイですよそしてトシ君が、えー、ファーストゴロそして、えー、スパチャタニ三振もう4回の再現すんなーあのスパチャタニまだねこれ打率3割はキープしてるんですけどここ最近ちょっと当たり止まってきましたよねあのスパチャ送りすぎて金ねえか もうなんか大チャンネルにあげるスパチャはねえって。いや、それはちょっと勘弁してほしい。ちょっと貯金は欲しかった。ま,あ、まだね、その凄まじい活躍っていうのは残ってるでしょうから、貯金はあるんですけど、ちょっともう一回ね、スパチャを送れるぐらいの、あの、貯金をしてほしいところでありますね、これね。そして、なかなかね、チャンスは作るんですけれども、得点が入らないというロッテ。まあ、結局ね、カズマーズの先発のね、山崎伊織投手はこれ、7回までを投げましたね。そして、8回の裏マウンド上がってきたのが、中川選手。ここも三者凡退で終わりまして、リリーフ陣の方はね、まあ、6回、7回、 までを坂本幸志郎投手が投げてくれまして8回からは西村投手がマウンド上がりまして西村投手も現在ね18試合連続無失点が続いていましてまあ一部の中ではねその西村 vs オスナみたいな感じで言われてるんですけどもはいどっちが先に得点取られるんでしょうか今日も西村投手8回9回まあ9回に関してはねピンチ作ったんですけれどもしっかり無失点を抑えてくれましたさあこのまま終わるのかロッテ カズマーズにやられっぱなしで終わるのかと、いうところで9回の裏ピッチャー大成投手。2アウトから、スパチャタニーこれ右方向に持っていきまして、これカジタ選手は突っ込んできたんですけれども、これがね、効率という形になりまして、ツー、2アウトながらランナー3塁。そして、ワイルドピッチでスパチャタニーが帰ってきました。さあ、これで1点差。そしてバッター、岡博美。もう夜です。なんかあるぞ。なんかあるぞと、望んだ結果。これフォアボールを選びまして、一発出れば逆転というところで、藤岡雄大 三振。えー、まずストレート2球見逃して、なかなかストレートに合っていなかったなーっていうところで、1球ボール、そして4球目のまっすぐファール、そして最後落とされて三振。まあ多分バッテリーの思うようにやられたというところでしたかね。ま今日もあと1本が出なかったというところではありますが、はい。そしてね、これだけね、こういう思いの人がいるか分かりませんけれども、カスティーヨ選手をね、攻めたい気持ち、カスティオヨ選手、今日ちょっとどういう調整してたんだって言いたい気持ち、分かるんですけれども、俺は打線に言いたい 今日4回にしろ、6回にしろ、5回にしろ、あの、ノーアウトランナー2塁とか、ノーアウトランナー1、2塁とかでチャンスを作ってるんですよね。そこね、全部たこ焼きだから、これがなければ今日勝ってたと思うんだよね。1イニングだけでも得点取れてれば。まぁ、あ、ちょっと打線が冷え冷えの状態で現在セリーグの首位の阪神タイガースと向かい打つということで、まぁ、あ、思いたくないけど、ちょっとやばいですね。ということで、このコーナー行きましょう。 えー、ということで本日敗れたということで、次の試合に繋がるね、四字熟語、そして我々は優勝を目指しているということで、1の入った四字熟語をここで私が考えて発表したいと思います。えー、本日の四字熟語。岡本一人。 えー、今日の4時熟語は岡本一人です。まあ、やっぱりね、この3連戦、岡本によう打たれたな、というふうに僕は思ってますんで。まあ、昨日なんかは中田翔選手にホームラン打たりとかね、あのー、坂本選手にホームラン打たれたりとかしましたけど、この岡本和馬を抑えてれば、まあ、ワンチャンあったんじゃないかな、っていうところですね。まあ、今後ね、岡本選手と対戦することは、まあ、日本シリーズでしかないんですけれども、まあ、我々は本当日本シリーズ進出する気満々なんで,で、そして岡本選手にもリベンジしたいという気持ちもあるんで、えー、巨人にちょっと、日本シリーズ シリーズ進出してもらってリベンジしたいという意味を込めて、はい、この岡本一人をとにかく抑えたいこのまま終わるわけにいくわけねえだろうが、まあ、つまりこれ千葉ロッテマリンズと読売ジャイアンツで、えー、日本シリーズをやりましょうという約束が結成いたしましたこれでということで、まあ、我々まだ首位ですけれどもちょっとねゲーム差の方も縮まってきているんで、えー、もう一回、えー、打線の奮起に期待して明日からも頑張っていきましょう、えー、しかし明日はおそらく試合がありません まあ、なんでかはお察ししますけれども。まあ、この交流戦に入っても、あのチームは、容赦してこないと思いますんで。まあ、そんなことは置いといてね、もう一回、えー、切り替えて、頑張っていきましょう。ということで、次の試合も、モ i n d s f i g h t i